こんにちは。こちら手芸七人さんの事務所から今日はあやとりのヨットを作ります。はい、では紐を用意して、まず左手に紐をかけます。この真ん中の紐を引っ張ります。でもう一回引っ張ります。そして右手の親指と人差し指をこの間に入れて、親指と小指の紐を引っ張ります。そして間から抜け出して、この引っ張った2本の紐を口に加えて、口に加えたら喋れないので、その後ジェスチャーします。親指と口に加えた後はこの親指と小指の紐を手で引っ張ります。そうするとヨットが完成します。ではこれを加えて、はい、みんなも作ってみてね。大江戸芸人トンチンカンチンでした。